皆さんこんにちは、リヒトです。今回ですね、今季2021年秋アニメも早くも序盤戦終了、早い作品だと4話ぐらいまでかな、放送がなされてますし、どの作品も2話までは放送が終わったということで、僕自身現時点でコンティどう思っているのか、でも本当コンティ秋アニメ始まる前までは超豊作だと、歴史的なクールになるんじゃないかみたいな話も数多くされてまして、その噂は本当なのか超豊作なのか、それとも豊作なのか普通なのか、はたまたもうすでに不作と言ってしまうのか、その点を正直に、そしてなんでそうやって思うのかも、理由も添えつつ、どの作品ネタバレもねなしで話していきたいなと思います。ということで、早速ですね、コンティ僕自身どう思っているかっていうところなんですけど、豊作ですね。いやー、本当に素晴らしい作品が多いなと。で、超豊作っていうのは、やっぱまだ言い切れないっていうのも、もちろんね、全作品、全話終わらないと、これは判断できることはないとは僕は思うんですけど、豊作ですね。超豊作とはやっぱ言い切れないところもあったし、やっぱ2021年冬アニメか、もう超豊作だって言われてますけども、あの時って本当にすごかったんですね。もう続編ものも新作も全部おもろいよ、みたいな。ウマ娘2期、ドクターストーン2期、進撃の巨人ファイナルシーズン、もうこの3作品ありえないぐらい面白かったですね、個人的には。で、あとは無職転生も呪術廻戦もあったし、でも新作もすごい、続編もすごい、あとはホリミアとかね、ジャッキラ友達くんとか、ゆるキャン、ノノミュール3期、ゴトブナネ、もう無限に、もうすでに今ね、とっくにもう1年前ぐらいですよ、冬アニメなんて。もうそれでも未だに鮮明に記憶に残っている作品が多かったっていうのが2021年冬アニメ。あの時は僕もやっぱ超豊作が、まあ豊作っていう感じだと思ってたので、今期ね、やっぱまだそのレベルには達してないかなと思いますけど、最高ですね。まあもうぶっちゃけるとやっぱ夏アニメよりは全然楽しんでるし、ほんといい作品が多いなと。もちろん面白い作品もある、期待通りの作品もあれば、あんま期待してなかったけどめちゃくちゃ面白いね作品もあったり。で、今期多分まずこれ言えるっていうのは、作画と主題歌いい作品めちゃくちゃ多いなということで、作画は今期はですね、前期も良かったんですけども、今期はさらにいいぞというところで、まあ制作会社は動画工房さんだったり、ウィットスタジオさん、本気出してくれてますね、マジで。まあ A1 ピクチャーズさんとか、まあ、86とか無償転生は元から作画良かったんですけど、先輩がうざい後輩なし、あとは OLM さんか、コミさんはコミショーですとかですね。いやー、もう本当に、あと、王様ランキングとか、まあ、鬼滅の刃もありましたけど、作画はもう誰が見てもいいと、これはもうこれ、作画悪いって人はちょっと、もう、どのクールの作品見てきてほしいぐらい、今季はもう間違いなく作画いいと思いますし、主題歌めっちゃ良くないですか？ね、もう、いい主題歌がありすぎて、今季。なんか前期の主題歌って、どっちかっていうと、なんかだんだん聴いていくとハマっていく。小林のちのメイドラゴン S の主題歌、最初聴いた時に、あ、一気のあの、くるくる回るオープニングで絶対いい、最高だってなった人、あんまりないと思うんですよね。でも、聴いていくにつれて、最終話もう聴いた時には、今季の小林のちのメイドラゴンのオープニング派遣だよね、みたいな、オープニングの中でね。みたいな、話になるくらい、収録性のあるスルメ曲みたいな多かったイメージなんですけど、今季って、もう聞いた瞬間から最高だよねと、王様ランキングもキングヌーさんとかね、ヤンマーさんとか、まあめちゃくちゃいいし、まあ鬼滅の刃もリサさんとか、もう本当にいい主題歌ばっかりですね。タクトーパスの主題歌も好きだな。コミさんもね、すっごいオシャレな主題歌やし、マブラブのオープニングもね、僕好きですし、あとなんだ86のね、雨ざらしさんの境界線とか、一応マジで今期、見てない作品でもオープニング聞いてほしいぐらいいいオープニングばっかりだなと。先輩がうざい後輩の話のオープニングやばいですね。作画も神だけれども、話も神だけれども、一押しですよ。まあ、今期僕の今のところ一押しは、王様ランキングの先輩がうざい後輩の話かなっていうところで、話も面白いし、作画もいいし、うざい、全部共通してますね。もう、最高ですわ。いやー、ラブコメ好きだったらもう先輩がうざい後輩の話と。なんでもね、全部のアニメ好きだったら王様ランキングを見てほしいっていう感じのクールですけど、いやね、平均的にはやっぱ面白いし、まあ、僕自身今30作品ぐらいかな、全部で今のところ見てます。ちょっとね、見るのやめちゃった作品とかもあるんですけど、非常にいい作品揃ってるなっていう印象ですね。まあ、とはいえやっぱね、ちょっと序盤良かったんだけども、今失速してるよね、みたいな。ちょっとここで名前出すの怖いな。出しちゃってもいいのかな。いや、出しておだ、もうこうやってこの動画見てる方はね、ちょっと出してほしいと思います。出してほしいと思ってると思いますね、言いますけど。まあ、ちょっと小見さんと作画に関しては、まあ、僕自身最初すごい推してたんで、ちょっと、失速っていうか、まあ、コミさんに関しては別にもう原作読んでるからこうなるだろうってのは分かってたので、賛否多分分かれてると思いますね。まあ、もちろんずっとおもろいって、思ってる方もいらっしゃると思うけど、まあ、僕は正直、やっぱ1話と比べたらあれってなっちゃってますし、作画は結構厳しいですね。作画は正直厳しいなと僕は思ってます。1話が本当に素晴らしすぎたっていうのもあるんですけど、
うん、あとは暗殺貴族とかね、回復術師の作者の、作品と回復術師だけの新作、これだんだん僕ハマってきてますし、大正乙女おとぎ話、さっき僕見たんですけども、ゆずちゃん可愛すぎて、もう今期ね、やっぱ前期ってやっぱ平均値もちょっと低かったと思うんですよね、平均的なレベルも。そう考えたら今期非常にいいなと。で、まあ、超豊作っていうのはやっぱこっから突き抜けていく作品。まあ、やっぱ先ほど言った王様ランキングの先輩ぐらい怖い話って、まあ、突き抜けてレベルに面白いし、もちろん無職転生2クルメとか、86の2クルメとかも抜群の安定感。まあ、鬼滅の刃はもう神みたいな、神というか、殿堂入りという領域だと思いますね。まあ、今映画の内容やってますけど。まあ、見える子ちゃんもね、面白いし、海賊王子とオリジナルアニメも面白いと、最悪のパーティー、これも結構僕が好きですね。っていう感じで、ちょっと本期はですね、最高ですね。うん、で、まあ、超豊作っていうのはやっぱ終わってからになるのかなとは僕は思いますし、ちょっとね、やっぱ序盤良かったんだけども失速してるっていうアニメもやっぱあったりするので、まあ、超豊作っていうのは早いやなっていう感じですけど、まあ、やっぱ豊作だと僕は思ってます。ぜひね、皆さんも、これを早く言おうと思ってたんだけど、皆さんも今期どう思うのかね、豊作なんか、あるとも、不作って言ったんですかね、僕、不作っていう意見聞いたことないですわ、今期。普通は、いつものクールって、始まって3話ぐらいまで行くと、今期不作すぎんだろう、みたいなね、アニメ、もうなんか、アニメから離れていってしまいそうなね、声ばっかり聞くんですけど、今期は本当、全く不作って声聞いてないんですけど、もう不作って思う方は全然ね、書いていただいていいですし、いいというか嬉しいですし、嬉しい。歓迎ですし、やっぱね、まあ、超豊作とか、毎、今期ほんと見るアニメ多くて楽しいですわっていうコメントを僕はすごいいただいてるイメージを持ってます。で、中には、やっぱ今期豊作って言われてるけど、意外と普通じゃないっていう意見もあって、まあ、僕自身はこれもわかるかなっていうか、やっぱ期待してればしてるほど、まあ、普通といえば普通のような気もする。やっぱまだ突き抜けてる作品はまだ来てない。僕の中ではその王様ランチングと先輩グザイ怖いな話がもうぶっち抜けるね。もう、年間とか、歴代の中でも、やばいぞこのアニメってなる可能性を十二分に秘めてるかなとは僕はすごい思ってますけど。なんでも平均的なレベルは明らかに高い。まあやっぱ毎日毎日見るアニメも多いし、すごい楽しいですね。すごい楽しめてます。で、やっぱ先ほど最初にも言った通り、作画と主題歌ってどれもいいので、どれもいいは言い過ぎだけど、本当にそのレベルがめちゃくちゃ高い。各1作品2作品あればいいよねっていう作画の方がもうゴロゴロあるのが今期で、多分王様ランキングとかめちゃくちゃ面白いけど、そこまで手が回ってないみたいな人も結構いらっしゃるんじゃないかなっていうね。僕みたいにアニメ全て捧げてるオタクだったら、まあ全部見れますけどって感じなんだけど、ね、それは多分皆さん他のいろいろで忙しいと思いますけど、まあそれだけやっぱ今期いい作品揃ってるのかなっていうところで、まあ、僕もどんどんね、やっぱ今期は感想動画とかも上げていけたなっていうのを思ってますし、最高ですね。いやー、アニメ好きでよかったなって今すごい思ってます。僕は間違いなく好作だと今期は思ってますし、まあ不作、まあ普通っていう意見もあったとしても、不作ってっていうのはちょっとなかなかないんじゃない？ね、マイクールアニメを見てたらっていうぐらい、今期は素晴らしいクールになってますんで、ぜひね、皆さんもこれを機にもうアニメオタクになっていただいて、もう本当にワンクール10作品ぐらい見る価値のある作品しかない。また、来週ぐらいね、3話時点おすすめランキングとかも上げると思いますけれども、トップ10ぐらいもうマジで全部見てくださいという感じぐらい安定してますし、続編もの、まあ、白い砂の赤トープもだけれども、2クール目とかに差し掛かってる作品、まあ、非常にやっぱ安定してますね。抜群に安定してる。まあ、H6 はもはや H クルメより面白いんじゃないかって感じですけど、本当にいい作品揃ってますんで、まあ、僕自身毎回ランキングとか上げてますけど、まあ、ひとまず一押しは、王様ランキングと先輩がうざい怖い話。こちらどっちも新作なんで、今すぐ見れますんで、もう、見ちゃってください。最高ですよ。あともね、いいアニメたくさんありますけど、ひとまずこれを押しておきましょう。で、無職転生とか H6 は2クルメですけど、抜群に安定してますんで、これらも、おすすめという感じで。あんまおすすめすぎてもあれだね。王様ランキングは一番僕は評判がいいんじゃないかっていう気がしてますけどね。本当にあれも素晴らしいというところで、今回の動画は以上になります。ぜひですね、皆さんの今期思いですね、どう思ってるのか、豊作なのか、不作なのか、普通なのか、超豊作だぞと。お前、なんでまた豊作とか言ってんだとかいう意見もね、どうしどうし募集してますんで、ぜひ、書いていただけると嬉しいですし、まあね、おすすめ作品とかもあれば、コメントをいただけると嬉しいですという感じで、今回、第1回、今期豊作不作論の動画は以上となります。ここまでご視聴ありがとうございました。またね、なんかこういった動画を上げると、その最終的にどうだったか総括みたいなところで間違いなくこの超豊作だったのか、それとも豊作だったのか、途中から出し尽くして不作だったのか、まあいろいろあると思いますんで、そちらも話していきたいと思います。引き続きね、ランキングとか感想動画もどんどん上げていきます。という感じで今回の動画は締めたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひですね、これを機に皆さん、アニメ、秋アニメを機に見まくっちゃってください。アニメオタクになりましょうというか。アニメオタクに勧誘する動画でした。